非常にもったいないなとちょっと感じました。邪魔はしてはいけないんですよね。こんにちは、千葉達也です。本日も視聴者さんの演奏を僕が評価アドバイスさせていただきたいと思います。本日は原さんという方がですね、ダニーボーイ映画の主題歌になった曲なんですけれども、元はですねこれロンドンデリーの歌っていう題名がついてたものになります。こちらのダニーボーイをアルトサックスで演奏いただきましたので、皆さんと一緒に聴いていきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんと一緒にダニーボーイを聴いていきました。原さん、演奏どうもありがとうございます。それでは早速この演奏に対しての評価アドバイスさせていただきたいと思います。まずこの演奏のいいところなんですけれども、見てすぐ皆さん分かったと思うんですけども、これライブハウスでやられてますので、おそらくこれライブの映像になるんですね。この視聴者さんの演奏をね、アドバイスさせていただく動画っていうのは、皆さん CD だったりとかデータの音源に合わせてやっていたと思うんですけれども、原さんの場合は実際のアコースティック楽器と一緒に合わせておりました。でですね、実際にライブをやった人なら分かることであるんですけれども、CD とかのデータの音源に合わせるっていうのと生音に合わせるっていうのは全然難易度が違ってくるんですね。っていうのも、自分がこういう風に吹きたいと思った時に、相手はそれを察知する能力みたいなのが必要になります。例えば自分が少し後乗りして演奏したい場合っていうのは、例えば今回の編成でしたらピアノとパーカッションでやられてましたけれども、その2人も一緒に遅れちゃうと演奏っていうのが崩壊してしまうんですよね。演奏1曲を通して聞いた感想としては、この3人の、リズムに対してのバランスだったりとか、盛り上がりに対してのバランスっていうのがうまくこうバランスが取れてて、調和が取れてるなっていう、印象を受けました。そしてやっぱり原さん、ライブをされるだけありましてですね、演奏のスキルがしっかりあります。音色もですね、自分らしいサウンドを持ってますし、ビブラートも綺麗にかけられております。こういった当たり前のことが実際演奏していく上において非常に大事になってきます。そしてもう一つ、このダニーボーイの吹き方なんですけれども、原さんは少しずつフェイクを入れてます。例えばこんな感じに、いかがでしょうか。こんな感じにですね、メロディーとメロディーの間に細かく音を入れてたりするわけなんですけれども、これのことをまあフェイクなんて言ったりします。こういった演奏をおしゃれにする要素っていうのがたくさん詰め込んでありますので、演奏1曲を通して、全く飽きさせないいい演奏だったんじゃないかなって思います。それではここから原さんへのアドバイスなんですけれども、まず一つ目、先ほど少しビブラートについて触れたんですけれども、ビブラートがしっかりかけられてるんですけれども、ずっと同じ速度、ずっと同じ幅になってしまってるんですね。これはクラシックなんかでは当たり前の吹き方になるんですけれども、こういったバラードのようなしんみりした曲っていうのはですね、同じ速度同じ幅で吹いてしまいますと、どうしてもこのビブラートがビームに聞こえちゃうんですよ。そこが非常にもったいないなぁとちょっと感じました。ビブラートも浅くかける時もあれば、深くかける時もありますし、テンポが遅いところから、わわ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 とどんどん速くしていくっていうのも非常に効果的なんですよね。特にこういったバラードの曲っていうのは、結局伸ばしてる音の時間っていうのが圧倒的に多いので、この伸ばしてる音をどう表現してあげるかっていうのが一つこうサックス奏者に求められるところだと思うんですね。この曲でしたらフレーズ1個につき必ず1回はビブラート出てくるような曲ですので、ぜひ原さんもこのビブラートのかけ方に抑揚をつけたりだったりとか、ただビブラートを表現するんじゃなくて、ビブラートを使ってどう表現するかっていうところまで
意識してみてはいかがでしょうか。そしてもう一つなんですけれども、ここもですね、先ほど、いいところで褒めた部分ではあるんですけれども、このメロディーのフェイク、いわゆる装飾音符なんて言われてます細かい音符なんですけれども、この装飾音符のリズムがですね、少しメロディーの邪魔をしちゃってるかもしれないですね。ここがまさにですね、装飾音符のすごい難しいところであるんですけれども、装飾音符というのはですね、もう書いて字のごとく、いわゆる飾りの部分に当たります。ですのでメロディーを引き立たせつつ邪魔はしてはいけないんですよね。でですね、その中で一番難しいのがこの装飾音符の、まあ、リズムだったりとか長さに当たるわけなんですよ。僕の主観になるんですけれども、装飾音符を吹かれる方って大体がちょっと装飾音符のいわゆるスペースっていうのがちょっと大きすぎる気がするんですね。そうすることによって次のフレーズっていうのが少し遅れてしまいます。例えばこれをわざと遅らせるのであればいいんですけれども、わざと遅らせるっていうのと結果遅れてしまったっていうのは聞く側っていうのはすぐ分かってしまうんですね。原さんもおそらくこの演奏の中でここはこういう吹き方をしようっていうアレンジを自分の頭の中で組み立てていらっしゃると思いますので、そこが果たして自分の吹こうとしてるメロディーに対して邪魔になってないか、引き立たせるつもりが実は足を引っ張ってないかっていうのも、今一度作戦会議してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は原さんの演奏してくださいましたダニーボーイについて僕が評価アドバイスさせていただきました。それでは今回もこちらの例に倣って僕もダニーボーイを演奏していきたいと思います。それではお聴きください。どうぞ。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日も視聴者さんの演奏を僕がアドバイス評価させていただきました。また僕も私も評価アドバイスしてくださいっていう方がもしいらっしゃいましたら、僕の動画の概要欄にですねメールアドレス貼っておきますので、そちらまで動画のデータもしくは URL 送っていただければ動画制作いたしますので、自分の演奏をより良くされたいという方がもしいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただけたらなと思います。それでは本日の動画終了いたします。ありがとうございました。